はい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 、皆さんこんにちは、滝坂つないでございます。本日はこちらベベーンボックスのミニコー50というギターアンプをコルグさんからお借りすることができましたので、皆様にご紹介させていただこうかなと思うんですが、あのね、今回のこのなんともね、もうね、ほんとね、もうおもちゃとしてね、非常に優秀なんですよ。なんでこの動画を見てるとですね、もう皆様がですね、もうね、もうおそらくですね、もう、ああ、私も欲しいみたいな感じになってしまうんじゃないかなと思うんで、あの、画面のズバババンと、まあほんとね、物欲だけは気をつけていただければなと思うところでございます。まあ今回もね、いろんな音をね、こうバーッと鳴らして楽しんでいこうと思いますので、よかったら最後までお付き合いいただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。ということで、ですね、あの皆様、ご存知だと思うんですけど、あのギターアンプって実はあの電力が必要なんですよ。このコンセントとかアダプターからですね、こう電力がビビッといって、このギターアンプが電源入ってさ、このウェイみたいな感じになってさ、でこのジャーンって言ったらボーンっつってこう動きしたら、エクセレントみたいな感じになるわけなんですけども、ただ逆を言うと、そのギターアンプってその電力がなかったらすげえポンコツ中のポンコツというか、もうすげえおもしとしてもすげえ中途半端し、なんか漬物一緒しても使いづらくないみたいな感じ、中途半端じゃないみたいな感じになってしまうんだけれども、まあとにかくその、まあ世の中のギターアンプっていうのは、そのすべからく、あの電力が供給されるべきなんですよ。そう、電力が必要なんですよ。電気が必要なんだ、ギターアンプっていうのは。何の話してんだわかんないですけども、このボックスミニコア50に関してはですね、そのもうゴーアウトサイドと、もうギターアンプからですね、もう外に出てギター弾いて楽しもうじゃないかって、なんかね、あの語りかけてくれてるかのような、まあ言ってないんだけども、まあそんなこと言ってくれてるかのような、なんか素敵な機能を持っておりまして、そう、その話をしたかったんですよ。そう、あの普通にコンセントがなくてもですね、電力がですね、もうこれのもう、なん、あのモバイルバッテリーで駆動するんです。すごくない？タブレットとかスマートフォンの充電よりモバイルバッテリー持ってる人結構いらっしゃると思うんですけども、そのモバイルバッテリーで USB ケーブルでこの USB-C の端子に付け替えれば、もうこれアンプ動くんすよ。50W だぜ !50W っすよ。もう普通にこのハイウェイにですね、この USB-C を挿すところがあるので、これをこのパッと挿すじゃないですか。で、このモバイルバッテリーの電源を入れて、で、このアンプの電源をこうやって入れると、これでこう、ショイーンつってこうね、おはようございますつってこうアンプが動いたわけなんですけども、すごくない？もうなんかいろんな機能がたくさんあって、すごい便利というか、すごいこの紹介できることでたくさんだけども、もう僕はこのね、アンプってモバイルバッテリーで動くの？と思って、もうこれがもう一番の衝撃でございまして、もう本当これが一番紹介したいから、なんかもうこの紹介動画もここで終わりって感じなんですよね。もうモバイルバッテリー繋いだだけで電源入ったぜ、マジでこれやばくねっつって、ありがとうございましたって言いたいところなんですけども、そのここで終わると、まあやっぱいろいろといろんな大人に怒られるので、ちょっともうちょっとやっていこうかなと思うんですけども、もうほんとすごくない？でも本当にね、これあのね、なんか ルーパーとかリズムマシンとかチューナーとか、まあエフェクターとか、まあいろいろランプシミュレーターとか、まあいろいろついてるんだけども、とりあえずまあなんか鳴らしてみましょう。とりあえずこのね、ボタンポチって押すと、ほら、なんかランプついてるじゃないですか。ほら、なんかついてるついてるついてる、すごいついてる。ほら、これすごい。あ、いや、おや。あの子もメロメロ、僕もメロメロ、みんなもメロメロ、誰でもメロメロ、Oh yeah! ロケロロケロ、Oh yeah! 前歯を出したら世界が平和になっちゃった、前歯を出したら世界が平和になっちゃった、前歯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 前すごい、もうダンスの練習とかもバッチリだね。もうこれでこの今日、これで君も今日はロックスター、僕もロックスター、君もロックスター、僕もロックスター、誰もがロックスター、そう、世界はロックスターで埋め尽くされているのか、あ、どこも誰もかしこもロックスター、誰もかしこもロックスター、あの子もメロメロ、トロロメロメロ、トロロメロメロ、あ、メロメロパンチ、メロメロパンチ、あ、メロメロメロアンパンチ、いや、メロメロパン、そんな感じですね。これがですね、今このジャンルっていうのがあってですね何の動画なんだろうこれですね、一応このなんかこのテンポを設定するができて、あの BPM とかその数字じゃなくてですね、ちょっとこの気合のタップなんだけど、このくらい、いや、
分ぐらい、これでなんかこのね、外にいてこのリズム出してこうちょっとこのダンスとかしちゃったらもう世界がメロメロだぜ、もういいや、まあそんな感じでございます。それじゃあこのリズムのパターンがいくつかあって、こうロックにしてこの中で、ね、3パターンですよ。このバリエーションっていうのをやるんですね。このパターン1、パターン2、パターン3で、このポップとかメタルとかですね、まあいろいろあるんですけども、で、この、スタート&ストップでまあこう鳴らすみたいな感じで、これもうモバイルバッテリーになってるんですよ、これマジですごいよね、なんかもうなんか本当もうここでもう僕はかなり満足してしまってるところがあるんだけど、まあとりあえずギタ、ギターを鳴らそう。そう、忘れていた、これはギターアンパンですよ。そのモバイルバッテリーで動く何かじゃなくてギターアンパンですよ、実はこれ。ギターをつないでギターを鳴らすことはできるんですよね。わー、すごいぜ。で、この左側にこういう夏のみがあるんですけども、これがまあね、もう1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう感じをね、まあ、その10種類の、まあ、なんか音色って言えばいいかな、そのバリエーションというか、まあ、そのクリーンとも、まあ、とりあえず軽く鳴らしてみますと、こんな感じでございますよ。これで弦を設定して、トリブルを設定して、ベースを設定して、このボリュームを設定すると。そうすると、わお、鳴ったぜ。そんな感じでございます。ちょっと歪ませてみましょう。なんかオーバードライブ的な感じの、いいんじゃない。これ原因でこうね、あの歪みの量を上げられます。ちょっとこの軽くクランチみたいな、いいんじゃない。クランチサウンドでございますよ。素敵ですね。で、このエフェクトっていうところにその中にいろいろこうなって、その空間系、いわゆるそのまあコーラスとか、これはフェイザー、お、これもろ、これはオクターブだって、オクターブ。おお、すげえ。初めて鳴らした。そうですね、低いオクターブ。
何の音だろうこれ。オクサーバーなのかな。まあまあまあそんな感じでございますよ。すごいなんかいろんな音が出るでしょ。すごいでしょ。でこっちのつのみがですね、まあディレイですね、これはね。アナログ、なんか A ディレイって書いてあるから、アナログディレイの音かな。お、来てる来てる。と思うんですけど、このこだましてる音がちょっと硬い遊んでるだけになっちゃったな。まあそんな感じでございますよ。でこっち側に行くとスプリングリバーブですね。リバーブの質がビヨヨヨヨンって感じで、でこっちがそのホールのホールって感じのリバーブでございます。そんな感じでございます。これを組み合わせて、まあ、いろんな音色を作ったりとかすることができるんですけど、まあ、そんな感じでございますよ。でこちらの方もですね、そのひねっていけばですね、もっといろんなあの歪みというかその質感の音色でできます。例えばその結構強めの歪み、どれだろう、いいんじゃないこれ、いいんじゃない、すごいノイジーでいいんじゃない、いいんじゃない、でこれに対してアナログディレイをちょっと入れたりとかして、アナログディレイ、きたきた、もうちょっとゆっくりめに、いいんじゃない、でちょっとコーラスをつけたり、おおビーム、すごいね、面白いね、すごいね、こんな感じの音が出ます。でこの辺になってくるとなんだろう、ダブルレックってなんだろう
あ、そうだ。ちょっとオートワウ的な感じなんですかね。こんな感じでございます。どうどうどうで、まあこの辺のね、このアンプがたくさん選べるよとかね、もうそのゲインとかそのイコライジングができるよっていうので、まあ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 、まあ、すごく便利だけどね。まあもっといろいろあってですね、その例えばですけどね、そのルーパーついてます。でこのルーパーがなかなか優秀でございまして、そのまあ適当になんかこのクリックしますか。で、このリズムを鳴らすじゃないですか。こんな感じで、このリズムマシンが鳴っているときに、このルーパーのこのボタンを押すと、そのね、録音待機になるんですよ。これ今、録音待機。で、弾き始めると、録音されるんです。今、これ点滅してるじゃないですか。これ今、録音待機状態です。で、弾くよ。で、ちょっとこんな感じ、遅れてもね、ちゃんと認識してくれるというか。もう一回押すとオーバーダブ。することもできるし、でこのボタンを押すと、ルーパーを止める。じゃあ2回押すんだ。2回押すとルーパー止める。こんな感じで止まってる時に長押しをすると、多分これで消去って感じですね。でこれからそうなの、ちょっと早めに。どうし
まあ、こんな感じで途中テンポチェンジをすることもできるかなみたいな感じでございますけど、どうですか、こんな感じのレパーとかもあるし、リズムマシンとかもあるし、なんかエフェクターとかもダーツ揃ってるからね、そのモバイルバッテリー一つでこの駆動して、もうこのギターアンプでもね、いろいろ楽しめちゃうよ、わーみたいな感じの、そういうコンセプトのアンプでございます。すごくない？で、まあ、最後にね、ちょっとこのマイクのところも紹介させていただきますと、まあ、このね、TS って言い方でいいのかな、ちょっとなんて言えかわかんないんだけど、あの、XRL じゃなくて、あの、XLR だっけ、わかんない。なんかあの、マイクケーブル。マイク繋ぐやつあるじゃないですか、あれ。あれじゃなくて、あの、こういうケーブルになってしまうんだけども、ここにそのマイクを繋いで、このマイクの音量とかも調整することができます。このギターが今マイクだと思ってください。マイクが繋がりました。で、そのマイクが繋がった状態で、こう、音量をね、上げていくと。で、このセンドってのが、その、このリバーブとかディレイとかに対するその流し量なんですよね。まあもちろんその歌とかもね、あの歌うならばそのリバーブかけたいじゃない。で、そういう時にこのセンドをこの上げていくと、こっちのリバーブに設定されている、リバーブの方にこのマイクの音をね、その流していくと。なんでそのね、あのマイクの方もですね、そういうリバーブをつけられるよみたいな感じの、そんな感じのあれでございます。はい、いかがだったでしょうか。とりあえずこれで今一通り網羅したはず。で、電源ボタンを長押しして、はい、今日もありがとうございましたっていう感じになるんですけども、いかがだったでしょうか。どう？ちょっと見てみて、どう？実際にちょっと見てみて、もう普通になんかこう、うわーって感じじゃないですか。しかもね、あのね、結構安いんですよ、これ、実は。あの意外とね、あの調べてみてくださいませ。そのボックスミニ550とか10と30があるのかな、ちょっとなんか3種類ぐらいあるんですけども、調べてみてくださいませ。意外とおれうやうやどうしこ買っちゃおうかなみたいな、そういう値段なんで、よかったらもう概要欄の方にリンクとか貼っておきますので、よかったらチェックしていただけたら幸いでございます。そんな感じでございます。てなわけで今日はですね、長くなったかな、十分投げ、その電源入れて終わりとか言ってた割には十分投げでございますね。まあそういう時もありますよ。生きてるとね、そういう時もありますからね。はい、そんな感じでございます。今回の動画はボックスミニ550のアンプの紹介でございました。いかがだったでしょうか。もし感想とかね、ご意見とかありましたら、バシバシコメントの方、チャットの方いただけたら幸いでございます。もし店頭でね、お見かけすることがありましたらね、ベベッと鳴らしてみて、その思想とかもしてみてくださいませ。じゃあそんな感じで今日は応援させていただきましょう。最後まで長い動画お付き合いいただきましてありがとうございました。また違う動画をいたしましょう。さよなら、グッバイ。よし、これで、大人に怒られないぞ。大丈夫だぞ。ははははははは。